沢尻、エリカ、お前が大学を入るなら、入るなら、おお前入るなよ。お前みたいなやつができんとか大学なんか。おい。大学にとって簡単じゃねえんだぞ。大学はセリフを全部覚えてな、今から短い間に大学やるんだから大変なんだぞ。お前なんかできんのは、ほらできるな、できるな、できる、心配だよ俺は。お前がな、お前が小さい頃からこういうことをやってたの、俺は一緒にいたからな。これ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 、お前がかわいそうだな。俺はそれ見てられなくて、今日応援に来ちまったんだけどよ。うん、お前大学をやるっていうから、はあ、すごいな。すごい、大学を、大学を、巨人、大学をやるっていうんで、俺はもう何をもう片付けて、俺はもうお前で会うために、俺は、あれのお前に会うために、俺は一生懸命、一生懸命だ。来たんだよ、会いに。それで、今ここにいて、お前の晴れ晴れしい姿を見てるんだけど、嬉しくてな、止まらないよ。本当にお前の晴れの姿、こんな形で見れるとはな。俺は幸せもんだな。本当に幸せもんだ。うん、それで、大学はどこまで行ってんだ。ああ、もうセリフ合わせやってんのか。いやー、すごいすごいな、女優さんみたいじゃないか。本当にすごいな、すごいな、あるな、すごいな。お前尊敬するような。いや、そんなに、お前なスタッフにお願いしてもらってくれないか。俺はな、昔な、通行人のエキストラやったことあるんだよ。俺がな、ここからスナックを振ってな、やったんだよ、俺。その時な、すごく感激したんだよ、お前。これテレビ局だぜ、テレビ局だよ、お前。映ってるよ、いやー、あのテレビ映ってるよ、映ってるよ。うん、もう感激したよ。あの感激をな、もう一回な、味わいたいんだよ、あの感激。だから、スタッフにな、あの俺のことちょっと紹介してくんねえか。俺がエキストラでも何でもいいからちょっとテレビ出たいって言ってな。うん、これはだから、このな、連絡先に連絡をください。ここだよ、間違いないんでね。ここの連絡先にエキストラできるかどうか、うん、連絡ください。うん、俺楽しむんだ。ここエキストラ結構難しいんだよ、簡単じゃないの、エキストラもな。ありがとう、ありがとう、私は元気、元気な人、このことな、間違いないんだよ。このことふりふり、お願いします。今度は講座で連絡ください。待ってるよ。うん、これは俺の初めてのお願いだ。うん、歩こう、私は元気、元気でいるから、お願い、これ連絡ください。待ってます。待ってるよ。俺もエキストラで、勝負してみるから。頑張るぞ。気持ちいい。気持ちいい。ありがとうございました。